水を飲まなくても生きていける生き物がいるんだって。なんだろう。みんなこんにちは、アテナくんだよ。世界には水を飲まないでも生きられるネズミがいるんだって。びっくりだね。今日も本人にお話聞いてみるね。僕はカンガルーネズミ。僕は水を飲まなくてもへっちゃら。僕の住んでいるのは乾いた砂漠の平原。ほとんど水のないところなんだ。水がないのにどうやって生きていけるのかって？実は僕の体に秘密がある。僕は植物の種や昆虫を食べるんだけどね。この種から水を作り出しちゃうんだ。僕はこの種を消化するときに体の中で合成して水を作り出すことができるんだ。僕は他にもいろんな工夫をしているよ。僕が住んでいるのは水がないところだから汗をかくのももったいない。だから昼間は土の中深くに掘った穴の中にいて、涼しい夜に餌を探すんだ。穴の入り口はいくつかあるんだけど、この穴に蓋をするんだ。そうして湿気をこもりやすくして種にカビを生えやすくするんだ。そうすることによって水分も増えるし、栄養がさらに上がる種だってあるからね。おしっこだって水分を失わないように少なくて濃いおしっこなんだ。ところで、どうして僕がカンガルーネズミっていうか知ってる？見てくれよ、この太い後ろ足。この長い後ろ足でカンガルーみたいにジャンプして移動するからなんだ。今日のまとめ。カンガルーネズミは体の中で種から水を作り出すので、水を飲まなくても生きていけれる。今日も見てくれてありがとう。これからも見てよかったと思えるような動画を作っていきたいと思います。よかったらみんなにシェアしてくださいね。バイバーイ。